はい、皆さんこんにちは。 M 家の Q チャンネル、マサです。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、プロ野球12球団レジェンドたちの3年間新章開幕というところで、本日はこちら、日本ハムファイターズ新庄剛志選手ということで、前回は中日ドラゴンズ山本昌選手で3期、秋春夏全国制覇連続を達成したというところで、やっと球団移転できたというところで、中日ドラゴンズは長かった、落合、立浪、山本昌とずっと続けてきて、やっと山本昌で、3期連続優勝することができたというところで、初めての球団移転。そして日本ハム新庄選手、ここから第1話が始まるというところで、よろしくお願いいたします。チーム自体はそのまま引き継ぎますので、名門のままやっていきたいと思います。そしてですね、前回の山本昌編を見てない方でも、ここから見ていただいても十分大丈夫ですので、皆さん新庄剛志編をよろしくお願いいたします。で、今回からですね、前回は山本昌編はもうずっと垂れ流しの状態でやってたんですけども、今回は一部カットして、ちょっといらないところはカットして省いて、できるだけちょっと短縮したような形でやっていきたいとは思ってるんですけども、それでも多分かなりの、1本30分から1時間の動画にはなると思うんですけども、よろしくお願いいたします。それでは早速、日本ハムファイターズ新庄剛志編噛んでしまいました、新庄剛志編やっていきましょう。はい、前回ですね、山本昌編特、番外編3で、最後春の甲子園を優勝したというところで、入学式前となっております。で、ここで、3年間経ちましたので、球団と都道府県を移転したいと思います。それでは早速入学式に入っていきたいんですけども、その前に、こちらですね、スカウト済み選手ということで、今回はね、なかなかいい選手がスカウトできたというところで、まずは盗塁 B か A のセンスある中里で、ピッチャーが、味方の打線を呼び込む投球、カチオンかな、飯村くんかなで、将来性の佐々木、ちょっとね、ピッチャーはそんなに強い選手は来ないかもしれないんですけども、次が意外性が強い全国大会準優勝の高橋で、レーザービームサードなんですけど、レーザービーム持ってる中山、そして 60% で来るかどうかわからないんですけども、全国大会出場の選球眼のある基礎能力の高い三井、そして全国大会優勝内安打丸の外野日高、そしてもう一人の全国大会優勝逆境丸の池田と、なかなかね、今回基礎能力の高い1年生が入ってくる中で、プラス新庄が来るというところで、この学年はもしかしたら最強の学年になる可能性があります。それでは早速入学式に入っていきたいと思います。はい、それではですね、年代の前にまず都道府県を変えていきたいと思います。新庄選手は九州の福岡、これ西日本短期大学附属高校というところにいたというところで、年代は1987年、これ一番上に新庄選手がいるんで、この年代でいきたいと思います。ユニフォーム高校名というのを変えていきたいと思います。はい、高校名はですね、西日本短期大学附属高校に、所属していたというところで、西日本短期大学附属高校になりました。このまま N ですね、やっていきましょう。ユニフォームも変えていきたいと思います。はい、ユニフォームですね、簡単に変えさせていただきました。で、ちょっとシンプルにはなるんですけども、西端というところで、色はね、もうちょっと濃いんですけども、前回の藤沢高校とちょっと似てるんで、若干色は変えました。こんな感じで、僕は白で、僕の好みでいきましたんで、
それこれでやっていきましょう。はい、それでは早速1987年4月8日入学式があるというところで早速見ていきたいと思います。はい、来ましたね。8人全員来てるということで、三井くん 60% の三井くんも来てる。そしていきなり星290の全国優勝の池田、いやオール C、 強っ、やばっ、なやこいつ。早速見ていきましょう。池田くん、あ、盗塁いいですが逆境丸高速チャージラインドライブというところでチャンスは C、まあ、送球 E なんで、まあ、このままファーストでいいですね。ただもう守備だけが D で他オール C と、いやめちゃくちゃ強いなこの全国優勝。久しぶりに300近い星290見ましたね。はい、池田貴明くんかな。いやいやナイスですね。神奈川出身で来てくれたというところで、で日高も全国優勝なんですね。その前に三井くん見ていきましょう。はい、209、はい、三井くんも200超えてきたと。エプルヒッター代打丸、まあ、ちょっと右側、チャンス E、走塁 E というところなんですけども、パワーと走力がもともと C あると。まあ、送球 E なんで、まあまあこのまま外野でいいでしょう。うん、いいですね。みっちゃんもいいですね。さあ次、高橋くん見ていきましょう。はい。あ、これで228?はい、行きました。高速チャージ意外性早球 B とチャンス C 盗塁 D 走塁 C 盗塁 D 228高橋ですね。いや完璧、新一くんかな。いやいやオール D、 いやこれちょっと強いな。高橋も星200超えてくる。いや三井も超えて高橋も超えてくると。じゃ次中山くん見ていきましょう。中山くんも能力高いですね。はい、あー169、まあ、悪くないんですけど200が3人続いたんでちょっと弱く感じますね。レーザービーム、対変化球丸というところで、まあ、送球 C あるんで、まあ、このままサードで育てていいんじゃないかなと思いますね。中山翔吾くん、まあまあまあこの中では一番見劣りしてるというところで、それでは次ピッチャー見ていきましょう。まず将来性の佐々木、どれぐらいで来るかというところで、はい、これで 126? いや総変化量がもうすでに7あるんやけど、ホーク4分シュート3、え、強っ。あー、まあ右側は何もないと。これで、まあ、コントロールとスタミナ頑張ってちょっと上げたら結構エース級のピッチャーになるんじゃないですかね。で将来性があるんで下手し覚醒する可能性がかなりあるんで、覚醒してくれたらかなり強いですね。佐々木聡くんかな、大阪出身、いいですね佐々木くん、まあ、星126とは思えないような投手能力。そして飯村くんが多分勝ち運かな、味方をの援護を呼び込む投球みたいな感じで、飯村くん見ていきましょう。はい、117、あ、勝ち運一発。いやちょっとこれだけ見るとカットボールが、まあ、5あるんですけども、いや佐々木くんの方が強そうな感じしますね。まあ、球速もほぼ一緒やと、コントロールだけちょっと飯村がいいと、まあ、勝ち運があるんで、まあ、まあ若干はちょっといいとは思うんですけど、いやこの一般入部の服部くん次第で、まあ、佐々木がエースでもいいんじゃないかなと思いますね。それでは服部くん一般入部見ていきましょうか。先投手3人目、はい、なんか男前やな。こいつもサークルチェンジ5あると。で速球はみんな129。あー服部がエースですねこれ。星180は多分外野の二刀流補正で高くなってると思うんですけど、対ピンチ C 伸び C、 対左 C クイック C、 いやこれはちょっと優秀ですね。服部圭君かな、野手能力もそこそこあるというところで、服部くんが今んとこ一般入部生でビタビタのエースやと。じゃあ飯村くんがちょっとこのままだときついんで、あ、野手能力もダメなんでちょっと飯村くんなかなか
ベンチ入りするのは難しそう。あ、佐々木も盗塁シーンはあるけども野手能力がしょぼいんで、まあ、とりあえずは佐々木、服部の2枚看板を育てるような形でいきましょう。そしてですね、盗塁 A か B で来る中里見ていきましょうか。はい、110、110、あー盗塁 B ね、あー盗塁 B のチャンス C、まあ悪くはないんですけどね、悪くはないんですけど、なんか星低いですね、基礎能力が低いからかな。あーまあまあまあ打ち気で、まあ、打ち気は打ちにはいらんなんだけど、まあキャッチャーとファースト守れるというところで、まあ中里を一応キャッチャーにしときましょうか。で高橋が送球 B あるんでショート守らせます、守備も高いんで。そしてもう一人の全国優勝日高というところで外野、はい、あー221、池田をちょっと見てしまったね、見劣りする感じはあるんですけども、あでもいい、チャンス C、 盗塁 C、 内野安打丸とで右投げ左打ち、いやめちゃくちゃいいですね。いや今回221の日高、290の池田、209の三井、そして228の高橋、いやこの4人200超えてきたプラス最後に新庄がおると。新庄早速見ていきましょう。はい、強いな、目がカラコン入っとるわ、もう星299、いやー強い。チャンス B、 走塁 B、 内野ダブル、レーザービーム、悪球打ち、併殺は持ってると。まあ盗塁が D なんですけど、いや強いですね、新庄強し、お祭り男。いやとりあえずは新庄はレギュラー確定ですね、しっかり外野で頑張ってもらいたいと思います。いや今回はかなり他の一般入部も強いので、この世代最強世代になるんじゃないかなと思います。それでは早速新庄剛志との3年間甲子園優勝を目指して頑張っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。いや全員来たのがでかいですね。で岩手の三井くんが 60% やったんですけども、さその三井くんですら来てくれたというところではかなりでかいというところで、まずは最初に、オーダーを決めていきたいと思います。はい、そうですね、で、簡単にオーダーの方を組まさせていただきました。1番がごめんなさい、センター新庄、これはもう確定です。1番センター新庄で、でショートが後藤、2番に持ってきました、チャンス A、 盗塁 A と、まあ、新庄が出なくても後藤で出てくれると。で3番に抜擢しました、一般入部の青柳、アベレージヒター、広角打法、流し打ち、ムード丸も持ってるという、そして4番がデーブ大久保、5番がフルちゃんで、6番にヨネちゃんで、7番に田代で、8番がキャッチャー B の2年生小島で、エースが桑田ということで、一応中継ぎに、大沢3年生が控えているというところで、1年生は、まあ、ちょっとエース候補でまず服部を入れましたというところで、控えのダイソーで鶴ちゃん、ちょっと苦渋の決断だったんですけども、新庄が入ってきたことによりレギュラー剥奪というところでやっていきたいと思います。これでまずは夏を目指して頑張っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、練習試合の相手というところで、福岡高校、明石工業、田村高、まあ、福島、あんまりね、同じ福岡県の強豪高校とやると、夏の大会で当たる可能性が出てくるんで、あんまり今のうちからやってしまうと対戦する可能性が高くなる時があるんで、それはちょっとやめときます。はい、早速、注目選手新庄でやっていきたいと思います。はい、福島の田村高校と練習試合ということで、
まあ、新庄剛志、高校1年生の最初の打席。さあまずはねしっかり信頼度がないんで試合とかに出してヒットを打って注目選手にして信頼度を上げて試合でも活躍してくれたら一番嬉しいんですけど、さあただねやっぱ足が速いんで内野安打狙えるというところなんですけども、まあいかんせんね右打ちなんでちょっとそこはね不利かなとは思うんですけど、まあ、まずはね初ヒット出てくれたら本人もちょっと気楽にはなるのかなと思うんですけど、ここはまだ1本出ない、まあ、初回はね2点ちょんちょんちょんと取れたんですけども、そこからは全くヒットが出ないと。あ、惜しい、ナイスバッティング、いいですね。いや結構ねいい当たり打ってるんですよね。まだちょっとヒットは出てないんですけど、ここで初ヒット出る。さあ新庄の4打席目、はい、ナイスバッティング、今日4打数2安打。さあこれは走る、田代は足速い、OK、はい、まあ、なんとか練習試合は勝ったというところですね。はい、まあ、こうやってね、まあ、練習試合をしっかりしていって、まあ、能力上がってくれたらなとは思いますんで、今回は思ってます。はい、また練習試合、糸島高校、まあまあ受けましょうか、受けましょう。まあちょっとね練習試合これ4月に1回、まあ今回6月にもう1回と入ったんですけども、まあちょっと練習試合はまあほぼほぼカットになるかなというところで、まあ楽しくちゃんちゃんと飛ばさせていただきます。1位の選手出していきたいと思います。さあ新庄もまた打ってると、で満塁で大久保、いや強いな、え、これ福岡なの、いやちょっと福岡でこういうチーム当てないでよ本当に。練習試合で勝って県大会で負けるとかちょっと嫌なんで、いやナイスバッティング、これは落ちないけど十分犠牲フライ。いやこんな強いチームとなんか練習試合でやりたくないな、ただおるっていうのを認識させられたというところですね。もう後半全然打ってないし、あーいいですねナイスバッティング。まあ、デーブがねうちのキーマン、3年生のキーマンになるんで、そこはかなり頑張ってもらいたいと思ってますね。ここで古田、いや古田も打ってよ本当に。進塁打じゃないんですよね。はい、ここで米ちゃん、このね3年生が4,5,6 におるんで、そこはねしっかりそこで点取ってほしい。そう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 、こんな感じでね、オッケーオッケー、それはいい、優秀。さあ7も3年生、そう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 、あ、うおえ取る、ナイス、それはナイス、敵ながらナイス、はいナイス。まあしっかりと桑田が完封勝利で2対0で勝ったと。いやビタビタのレギュラー陣でいって2対0で勝ってるんで、これ夏の県大会ここと当たるときついっすね。はい、というところで、練習試合2試合まず勝利したというところでですね、まあ、桑田が九州の速球をね、オッケーオッケー、いいでしょう。さあここでもうすぐ抽選会になる、さっきのね練習試合の相手がどこに入ってくるかなんですよね。練習試合の相手は糸島高校が結構強かったんで、ここがねちょっと抽選会で出てくると
かなり強い相手にはなるんじゃないでしょうか。まあ、今のところは見いないと。まあ、1、2番でいいですね。ランク E、それぐらいがベストです、うちには。2番、8番。8番どこ？あー、ちょっとなんか、くじ運悪いな。いきなりランク C、その次も C というところで、ちょっと遊ぶ余裕がないというような、くじ運にはなりましたね。ちょっとここ頑張っていかないと、春の、ごめんなさい、春じゃない、夏の県大会、前回みたいに決勝で負けるっていうところが起きる可能性があるんで、そこはね、気合い入れて頑張っていきましょう。はい、というところで、次の日が、まずは県大会の1回戦というところで、まあ、桑田はノリノリやと。で、のオーダーだけ、再度確認しておきます。1番が不動のセンター。新庄剛志、ここの物語のレジェンドですね。で、2番がショートの青柳、チャンスへ盗塁へ流し打ち守備職人と、ビタビタのショートの走れる3年生。そして3番が一般入部の、レギュラーを勝ち取った青柳高尾。4番がデーブ大久保、3年生。で、5番がキャプテンフルちゃん、間もなくオール A が見えてるというところで。で、6番がヨネちゃん、これも3年生。7番も3年生の田代、バントもできると、チャンスでも打てる。キャッチャーが8番、キャッチャー B の2年生の小島。で、エースが2年生、桑田真澄、ビタビタのエースというところで。早速、夏の県大会、優勝を目指して、頑張ってやっていきたいと思います。はい、初っ端は後藤、ヨネちゃん、大久保ということで、大久保でやっていきたいと思います。そうですね、まあまあこのままのオーダーでとりあえずはやっていきましょう。頑張ってやっていきます。さあ、まずは青柳が出る。ランナー1塁という場面で、バッターは3年生、九州の砂。あー、いきなり1回戦からランク B。福岡はちょっとレベル高いんかな。さあ、青柳は出る、走れる、そしてデーブ。うわー、これいい当たりですが、アウト。軽快な守備を見せました。スリーアウト。うちが表なんで、できるだけ早いとこ先制点が欲しいんですけども、まあ、なかなかちょっと点取れない。ゲームアウト。ちょっと怖いですね、これ。始まって最速の1回戦負けっていうのはちょっと勘弁してほしい。ファースト後方のフライ、石川交代。いや、これもアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、米ちゃんが、5番の古田が出ると。さあ、ここで3年生が続く打順でしっかり点取っていこう。あ、惜しいな。これでツーアウト。田代、オッケー、行こう、一発。お、ナイスバッティング。相手エラーした。ナイス。あ、強襲ヒットね、オッケー。そして2年生の小島、お前も十分能力が上がった、今なら打てる。ナイス。まあ、まずは先制。そしてエースの桑田。これはしょうがない。OKOK、いいでしょう。まずは1点取ったと。桑田がしっかり抑える。ちょっと新庄にまだヒットが1本も公式戦まず出てない。青柳が盗塁する。そして大久保。はい、ここで一発出る。うちの4番デーブ、夏の県大会まず1本目のアーチを放つ。
追加点のチャンスを。さあここで新庄回ってくる。さあセンター返し一本と真ん中、うーん、ここでゲッツー取る。それはナイス。青柳がまた出てくれる。そして先ほどツーランのデーブがもう一本打っちゃう。ナイスホームラン。まあ、地方球場ならではのホームランにはなるんですけども、それでもホームランはナイス。いや3年生が打ってくれると、いやそれかなりでかいですね。さあここで田代のところに外野ダイソー鶴ちゃんで、意外にね、あのえなんでなんで、え、つるちゃん盗塁走塁 S やで、走力 S の盗塁 C やで。え、なんで、まあいいでしょう。このままちょっと守備つかせます。さあ今日は新庄がノーヒットと。ただ今日2ホーマー打ってるデーフが3打席連続なるかというところの、はい、ナイスバッティング。デーブが次は場外に放り込む。3打席連続デーブのホームラン。いや素晴らしいですね。さあここで2アウトなん、9回なんでまず服部に1回投げさせます。まあ、ちょっと1人だけ、まあ、6点差あるんで、まあ、1人ランナー出たとしても3年生の大沢にバトンタッチできるんで、それでもワンアウト取る。いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。相手ノリノリなんでちょっともしかしたら厳しいかもしれないんですけど。さあナックルの使い手服部、はい、これは抑える。いや素晴らしいですね服部くん。さあこのまま一旦で守備を変えていきたいと思います。一応日高も出しときたいんでこれでいきましょう。さあこれで3年2年生のベンチ入り選手は全員出たと。これは服部取れる。はい、ナイス。1年生エース候補の服部、ランク B を9回しっかり抑えて勝ったと。ナイスリリーフ。まあ対戦相手がね、しょっぱなB やったんですけども、きっちりデーブ大久保が3本塁打、ヨネちゃんもホームラン打ってくれて3年生が活躍してくれたと。まあ、新庄がねちょっとノーヒットに終わってしまったんで、まあ、それは残念やったんですけども、まあ、順調な滑り出しを見せてくれたのではないでしょうか。田代がノリノリ。はい、ここで機材を買っときましょう。新入生は4枚あるんで、あ、お米もでも8枚あるんでね、まあ、とりあえずこんだけにしといてちょっと貯めましょうか。まあ、今回は、あ、新庄がここで併殺ではなくなる、それは大きい。前回ね、山本昌編で1年生で、あの夏の県大会で負けてしまってるんで、今回はちょっと3年生を分厚めにいってます。で、今回田代、古田、後藤で、後藤でいきましょう。今回、桑田が絶好調、ちょっと古田が絶不調なんで、ここは1年生の池田を抜擢していきたいと思います。打順はまあ7番で気楽に打たせていきたいと思います。一丸と、はい、それでは2回戦の相手ですね、朝倉学院というところで、ワンアウトランナーなしという場面で九州のスピードも前評判 C やった。あ、ここは普通の C ですね。まあまあしっかりとね、今回も表というところなんで先制点を取っていけたらとは思いますね。さ
かまだうちがヒット出ないところで池田が抜擢した通りのホームラン、そして新庄も出ると、いや池田がレギュラーに抜擢した途端ホームランを打つと、いや公式戦初打席ホームランちゃいます、これ素晴らしい。変化球、打たない。さあデーブがツーベース打つ。さあここで畳みかけます、ヨネちゃん、そうナイスバッティング、畳みかける、デーブは走れる、ヨネちゃんはセカンド無理ね、オッケーオッケー、いいでしょう。福岡1点入りました、2対0。さあランナー2塁行く、ここで田代闘魂使う、さあ一発打ってきてもいいぞ、これボテボテ、オッケーオッケー、いいでしょう。さあ今日ホームラン打ってる池田、さあセンスの高さを見せてくれるか、これは落ちる、落ちる、そしてホーム帰ってくる、3点目。いや池ちゃんやばいね。さあただ桑田がここで1点取られて再度ピンチ迎える。さあここはしっかり抑えていきたい、まあ、桑田もねまだ2年生なんで、やっぱりもしかしたら打ち込まれる可能性はあるんでね、しっかり気を引き締めてやっていきたいと思います。さあここしっかりゲッツー取れたらベスト、ただセカンドがイケちゃんなんで、まあ、ちょっと取れるかどうかは分からないんですけど、まあ、でもねオール C なんで、まあ、大丈夫だと思うんですけどね。はい取れる、後藤は守備ビタビタにうまい。3アウトチェンジ、桑田ゲームはこれ。さあここ後藤今日2三振、どうした後藤、まあ、とりあえずしっかり転がせる塁でよ、はいナイスバッティング、言った通り後藤は走りたいけどな。あここで青柳がスリーベース放つ、地方球場でどうやってスリーベース打つね。さあファイト、さあここ調子上げる、センター返しで一発いこ、一発と。いけるか。ただこれは十分犠牲フライ。5点目。さあここでまた3年生が打った。6点入って、ここで今日絶好調の池田。いや、これは。惜しい、オッケーオッケー、進塁だ。キャッチャーの小島いけるか、打てる、ナイス。そこで7対1、桑田ファーボールで、さチャンス、今日1安打の新庄。さあ究極の思考が、さあここ流し打ちで1本打とう、いやナイスバッティング、抜ける、ナイス。小島三塁回った、いや初のタイムリー、セカンドいける、ツーベース。ここで後藤、さあさらに打つ、新庄も帰ってくる、後藤はツーベースでいける、一気に畳みかけに入りました。ここ青柳なんですけども、ちょっと1年生もしくは2年生を出しときたいというところで渡辺。さあここでチャンスで打っとかないと、次レギュラー日高に取られるぞ渡辺。あーダメ、ちょっとね外野が新庄がおるんで、レギュラー争いかなり過熱になってくるんでね、そこは頑張らないといけないですよ渡辺くん。さあもう7回、これ裏に入りまして、桑田ピッチャー交代で、桑田からの服部スイッチ。持ち前の癖物ぶりを発揮するのか。さあ服部はね前回ねランク B に対して、まあ、しっかりね3人で1回3人でピシャリと抑えてくれたんで、意外とねやっぱ右側が服部くん、
これ見てもらったら分かるんですけど、あ、今はちょっとね、あのクセモノを使ったんですけども、まあ、伸び C、対ピンチ C、クイックも C なんで結構強いんですよ、対左も C なんで結構優秀な選手。いや、これはカバー入れるか、いけない、いけ、ナイス。さあここでもうあとワンアウトで、終わりなんで、このような形で、ベンチ入りの選手をしっかり出すと。いや、服部くんがね抑えてくれてるのが結構大きいですね。まだ球速もね130そこそこしか出ないんですけど、ちょっとなんかやんちゃな髪型してるんですけどね。はい、というところでまた服部が、1年生の服部がしっかり抑えたと。そして1年生のレギュラーに抜擢した池田がホームランを放ったというところで、ランク C に対して10対1、大将のコールド勝ちというところで、いや素晴らしいですね。はい、というところで早速もう3回戦に入っていきたいと思います。七夕は甲子園に出場したい。はい、次の対戦相手ランクは、あ、また C、 ちょっと C が多いな、強いな相手。福岡ってやっぱ激戦なのかな。で、ですね、古田じゃなくて桑田が今調子普通なんで、ここだけノリノリで、古田じゃなくて桑田が打ち込まれてしまうと結構ねかなり厳しくなってしまうんで、ここは頑張ってほしいです。そして大久保、小島、キャプテン古田というところで、ここは大久保でいきたいと思います。さあここをもう一回ちょっと池田セカンドでレギュラー行きましょうか。ちょっと調子良かったんでね、まあ、身長もね、さっきの2試合目、2回戦は2安打打ってタイムリーも放ったというところで、しっかり安打は打ってくれてるというところですね。まあ、今回はね、うちのデーブが気合い入ってるんでね、1試合目からいきなり3本塁打。福岡先制のチャンスを迎えました。さあ相手は筑前と、まあ、ランクは D ね、OKOK、いいでしょう。早速、青柳がツーベースで打ってくれてる。それを返すのがデーブの仕事。さあ打てるか、うん、これは抜ける、ナイス。はい、まず1点先制。まあ米ちゃんも打つと、でここで池田がまたホームラン、2試合連発。いや素晴らしいな池ちゃん。デーブも負けじと打つと、今大会4本目。いや、ちょっとデーブが爆発してますね、ちょっと。さあ新庄は今日はまだ1安打というところですね。まあ、相変わらずしっかり安打を重ねるのは青柳、これも打つ。いまだに1年生からレギュラーで出てるんですけども、4割台をずっと保っていると。さあこれ引っ張りでいけるか、いやこれは犠牲フライか。はい、ナイス。はい、6点目。桑田がね今日ちょっと2点取られてはいるんですけども、さあここはでも畳みかけます。早い回で点取るとその分2年生1年生を出しやすくなるんで、そういうところにしっかりスイッチしていけたらなとは思いますね。まあ、今回はね3年生がかなり残っているので結構安心して見れるような形ではありますね。そして今日もホームラン打ってる池ちゃん、すでに2ホームラン。さあもう一発打てるか、いやこれは打たないけどタイムリー。い
や池田やばいな。池田タイムリー福岡。1年とは思えん。さあ究極の思考が今。さあここで小島つなげ、これつないだら桑田代打出せる。いや、うーん、セーフ。いやいや遅い相手。さあもうここ代打です。とりあえずはピンチヒッターは関ですね。まあ、関はパワー S ミート S と、まあ、デーブがおるからレギュラーには入れてないんですけど、打に特化した選手。これも打つ、さすがミート S の男。ただ足遅い、ただ足遅いんでセカンドいけない。さあここで新庄でランナー関のところでダイソーは今回ね走れるのが本当に鶴ちゃんしかいないんで、これ鶴ちゃんをダイソーで使うという、めっちゃ何してんねん鶴ちゃん。まあまあしゃあないですね。鶴ちゃんちょっとええとこないな。さあここで新庄がタイムリー放つ。11対2。ここで後藤を、はい一発、後藤にも一発出る。はいナイスホームラン。さあこれで13対2と。そして青柳も出る。デーブが絶好調なる。あ青柳が走る。じゃちょっと鶴ちゃんがね、ここは引っ張りに警戒します。最後ちょっと良くないですね。まあ、レギュラーで出してないから拗ねてるのかな。まあ、ただやっぱ秘密兵器としておるんでね。はいナイス。いやちょっと強すぎるなこのチーム。デーブが今大会5本目のホームラン。15対2。あみさみさん投手答え、ここでまた服部でいきます。守備はとりあえずまだこのままでいきましょう。桑田筑前。さあ服部が今回、まあ、1回戦2回戦としっかり1イニングをヒットを打たれず抑えてくれてると、好リリーフを見せてくれてるんで。直球、はいこれも三振。今日3打席目。はい、ツーストライク。打ちました。ピッチャーライナー。はい、取る、ナイス。さあ、ここで守備を交代していきましょう。ショート、高橋をサードですね。で、外野と。で、青柳のとこ変えて、渡辺で。これでいきましょう。いや、素晴らしいですね。服部。そして1年生、2年生もしっかり抑えると。そして新庄ががっつりキャッチして試合終了。福岡これでベスト8進出です。まあ、3回戦も打線爆発、デーブが今大会もうすでに5本目。いや池田もレギュラーに抜擢すると打ってくれると、いやこういう選手を見ると使いたくなるんですよね。はい、飯村が一発なくなったなんですけど、飯村は多分使われません。次、はい、準々決勝は小倉、前評判 C とで、もう火曜日なんでこのまま突っ込んでやっていきたいと思います。まあ、今特にね打線の流れがかなりいいんで頑張りたいと思います。桑田、田代、デーブ、これもちろんデーブです。桑田絶好調、それはでかい。池田が不調なんですけど、ちょっと池田を使いたい。オーダーはこれでやっていきましょう。相手1年生多いな。いや流れがいい、勢いがいいですね。かなりこれ3回戦まで終わったんですけど、スピード感あるんじゃないですかね。今日が終わればベスト準々決勝、相手は小倉と。
初めてこっちが高校なんですけども先制点、桑田絶好調なんですけど先制点を取られると、まあ、ランクは B。 いや結構ねレベル高いですね今回。福岡に移転して初めてなんですけども、さあただうちのデーブは今大会絶好調の絶好調。ただここで三振、うん、早い目にちょっと1点は返しておきたいですね。さあここでまた青柳が走る。さあここで引っ張りでいこうか、打てるか高校。うん、ちょっとお前が打たなきゃ誰が打つなんですけども、ちょっと打ててないですね。そして初めてチャンス来た小島。いやもうちょっとね4回まで来てるんでちょっとしっかり点早く返してほしい。まずは同点に追いつきたい。さあここでフォアボール。さあ桑田センター返しいけるか。あんまりね桑田打たないんですけど打つ。さあこれでなんとか同点。まずは振り出しに戻したと。それはナイスですね。さあここで新庄打率3割4分ですね。あここは出ない。まあとりあえずは1点しっかり追いついたと。でそして桑田ここでピンチ迎える。うん、これは1球で抑える。ナイス。さあここで後藤が出る。それは大きい。もう走ってる。そしてここでうちの一般入部の安打製造機青柳が必ずや打ってくれる。タッチはセーフ。一発ってこい。はい、ナイスバッティング。有言実行、青柳隆雄、彼は今年も健在です。チーム名バッターはさあ負けじと打ちたい今大会5本塁打のデーブ。これは落ちない。今日はちょっといいとこない。隆雄に取られてる。さあ初回には1点取られたものの桑田がしっかりと抑えてくれてると。そしてここでまた後藤が出る。後藤は自動セカンドになる。これは悠々セーフ。盗塁成功。さあここでミート流し打ち。青柳が必ず打ってくれる。ナイスバッティング。落ちる。いやそれ後藤帰ってこないと。ここで超ファイト使う。でまずは青柳が走る。さあここでデーブ。さあ逆方向へホームラン。いやこれパスボール。いやそういうミスでチームは負けるよ。なぜかデーブ大久保やのにチャンステーマが流れない。そして戻る。さあここは精密機械ばりの。さあ米沢行け。ナイスバッティング。ナイスよねちゃん。福岡さらに1点追加5対1。さあここで田代。ただここはダイソーです。さあ地区大会から幾度なく盗塁失敗してる鶴ちゃん、ここで初めてセーフ。で3度目の正直でした。さあ闘志あふれるバッティング。一本空振り三振。ここまでいやダメ。でまた打っとるなこいつは。ほんまに前面に出てきました。初球を打った。これはピッチ。いやいいいいいい。アウト。いや池田はどんだけ打つねんっていうぐらい打ってますね。さあここでダイソー鶴ちゃんのとこに、高橋をサードで入れたいと思います。はい、さあここでまたしっかり三者凡退に抑える。
ここは小島は走れないんですけども、ここで桑田は代打です。いやもうちょっと待って、日高もうめちゃめちゃ強くなってるやん1年生やのにもうミート B パワー C、 どんだけ強いねん。さあ持ち前のクセモノぶりを。さあここで関がしっかり結果を出したいが出ない。これでワンアウト。そして今日打ってないのぞ新庄。さあ究極の思考が解き放た。さあ剛がここで打ってくれるか。ナイスバッティング、いいですね。1日しっかり1本打つ新庄、ナイスバッティングで。ここで後藤、ここは相手に揺さぶりをかけた、揺さぶった後の流し打ち、チャンスへ流し打ち、しっかり打てよ。打ちました、ボテボテの当たりはサード。いやそれはダメ、ここはセーフ。オッケーオッケー、いいでしょう。一塁はセーフ。そしてうちの安打製造機青柳、さあ1本打てるか。いやファーボール避けられる。今日三振の、今日三振のデーブ大久保です。さあ、あー今日はダメでしたね、デーブ全く打てず。さあここでまずは服部でいきましょう。多分ねこの結構ねクセモノが意外と強いんかもしれないですね。緩急も使えて、はい、池田がしっかりがっつり取る。これでワンアウト、ランナーはありません。さあまずワンアウト、さあお任せで打ちました。それこれはうちの守備職人、はいナイス、ツーアウト。ショートゴロに終わっています。ここで2アウトなったんで守備交代、ショートに寺田、外野に日高と田代を出すと。いやちょっとね大沢が出る幕がないぐらい服部がしっかりやってくれてると。うーん、さあここで1アウト2アウトなんですけどランナー1人出たと。というところでうちの3年生大沢 で古田が褒め殺す。いやここね、まあ、4点差あるんですけど、まあ、ちょっとね油断したらカキンってホームラン打たれる可能性があるんで、ここはしっかり気を引き締めて抑えて、ガッツリ OK。 しっかり5対1で勝ったと。まあ、桑田がね点は1点取られたんですけども、その後しっかり抑えたと。で青柳がツーラン打ってくれて、同じ2年生を桑田を援護したという形にはなりましたね。いやナイスゲームでしたね。はい、あとは準決勝準々決勝と、青柳が九州の伊達店、それはナイス。さあこれ準決勝の対戦相手、はい、あまた前評判し八幡学院かな。まあ、桑田が超ノリノリ、それが大きいですよね。というところで早速準決勝入っていきたいと思います。さあこれ桑田、小島、大久保、ここはデーブ大久保で、ちょっとねさっきの試合あんまり調子良くなかったんでね、ここはしっかり活躍してほしいかなとは思いますね。またしても池田をレギュラーで、まあ、7番で気楽に打っていただきたいなと。いや新庄もオール C 乗ってると強いなこの1年というところでやっていきましょう。さあ相手ピッチャーが絶好調なんで、もしかしたら投手戦になる可能性、まあ、うちの桑田で3年生の大沢、こちらも絶好調なんで負けてられないと。準決勝の舞台、地区大会準決勝の模様をお届けいたします。一塁側福岡、三塁側八幡、ここで勝てば決勝戦甲子園。八幡学院、まあまあまあ C ですね、まあまあいいぐらいの C でしょう。でここで新庄がまずは先頭打者ホームラン、公式戦初ホームラン。なしという場面で九州のスナイパー大久保、マウンド大久保上野、昨日無安打やった借りを返せ。これは出ない。アウト、スリーアウトチェンジ。
回、まあ、まずは新庄が初ホームランで1点取ると、はい、まず3年生がしっかり点を取ってくれる。ランナーは青柳、青柳はいつでもチャレンジする男。いや、青柳はね、一般入部なんでね、雑草魂があるんですよね。いや、これ取る、うまいな、青柳戻れ、アウト。いや、これちょっと相手うまかったな。さあ、ここで新庄もヒット、後藤もヒットで、まずはここで後藤がラン、盗塁。さあ、ここで青柳、あー、ここ打てない。いや、ちょっと珍しいな。青柳チャンスに強い男。さあ、そして今日桑田がビタビタに三振取ってますね。9奪三振、まだ6回です。絶好調、絶好調を欲しいままにしてますね。さあ、ここで青柳しっかり抑えて2アウト。まあ、なんとか10奪三振いって、奪三振チャンスは欲しいですよね。はい、 OK、 取れる。アイファーストアウト。さあ、ちょっとね、調子が上がってこないデーブ。はい、ナイスバッティング。やっと出ましたね。ちょっと調子が上がってなかったんですけど、ここに来て確定弾。そして3年生がきっちりチャンス作ると。そしてダイソー、あー、田代は走れるね。田代走ろうか。走る、セーフ。そして今日、今日はあんまり打ってない、イケちゃん。さあ、打つ、ナイスバッティング。いや、もうちょっと池田か新庄かどっちがレジェンドかわからないぐらい活躍してますね。はい、小島も落ちる。小島ちょっと足遅いな。今日初めてのヒットになります。バッターはピッチャー桑田。桑田ここで代打、ここで日高一回行きましょう。ピンチヒッターは日高。お前も全国優勝選手。さあ、しっかりチャンスを生かせるか、池田のように打つ。なんじゃこいつらは。そして今日もう一人の1年、今日2安打すでに打ってる新庄剛志。いけるか。おー、いいバッティング。あー、ここは三振。 OK。 さあ、ここで1回ダイソーで鶴ちゃんいきましょう。ちょっとカウントが悪くなったんで走らせるのやめたんです。鶴ちゃんがしっかり走る。持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。さあ、ここつなごう。打ちました。はい、ナイス。ライトバックホーム福岡。さらに1点。さあ、ここで8対0。確かにこの回で10点差ついてまうな。ちょっとやばいな。キャッチャー二塁。はい、これ外されても後藤は絶対セーフ。ちょっとね、このままでいくと出れない選手が出てくるんで、でここでとりあえずこの選手たちは出しておきましょう。でもう青柳打たせます。打ってこい、決めてこい。服部ちゃうわ。青柳、いい、ナイスバッティング。さあ、青柳も打つ。さあ、ここで青柳が走る、セーフ。そしてここでまたダイソー、外野出しとこう。これでいきましょう。さあ、そして強振で思いっきり引っ張ってこい。はい、これは落ちても落ちなくてもさようなら。コールド勝ち福岡。
進が近づいてきました。はい、10対0。まあ準決勝も打線爆発、桑田好投ということでコールド勝ちしました。新庄にも初ホームランが出たと、ナイスゲームでしたね。先頭打者ホームラン、いや素晴らしいですね。日高も代打で結果を出す、池田もヒットで結果を出すと、1年生がちょっとビタビタに結果を出すと、で服部もやってくれるというところですね。はい、ということで最後決勝、はい、あ、大牟田今日一応ね、練習試合で、どこだったっけな、あ、糸島高校って、あ、おったんですけども、あ、小倉高校に負けてると。結構ね、相手強くて、練習試合では2対0で結構競った相手やったんですけど、まあ、そこが負けてくれて、決勝はランク C と。まあ、でもね、今回は、ほとんど全てがランク C で、来たというところで結構強い相手が来ましたね。で最後、決勝で田代、米沢、大久保と、ここはしっかり大久保で、はい、桑田が好調、それはナイス。池田をまたレギュラーで使うと、ちょっとキャプテン古田が全然試合に出れてないんですけども、まあ、強いでしょ、オール A のこの能力で試合に出れない古ちゃん、ごめんね。っていうところで、1年生の池田、新庄をレギュラーに置いて最後決勝頑張ってやっていきたいと思います。いや池田の活躍が予想外ですね。甲子園まであと1勝、その切符はどちらが掴むのでしょうか。甲子園への切符をかけた決勝戦の模様をお送りいたします。一塁側福岡、三塁側大牟田。大牟田ね、オッケーオッケー。さあランクは C やと、ちょっと打撃が強いと、まあ、うちはね桑田がおるんでそこはしっかり抑えていただきたいんですけども、まず2点先制される。福岡攻撃に入ります。バッターは九州に、ちょっと流れ悪いな、うちしかもエラーしてると。さあここはしっかり大久保が塁に出てチャンスを作りたい。はい、ナイスナイス選球眼。そして田代がツーラン、同点追いつく。そして青柳塁出る、そして走る、外されてもセーフになるのがうちの青柳。さあデーブ2打席目、はい、ナイスバッティング。さあこれで青柳が帰ってこれない。大久保ナイスバッティングです。あー満塁やったんですけどチャンスは生かせずと。さあここで新庄もヒット出る、ランナー1、2塁2アウトながらチャンス迎えたところで、3年生後藤の勝ち越しスリーラン。いや目細すぎるやろ、全員目細い。さあここで3点勝ち越し。5回、さあデーブ、ここは流し打ち、ちょっとねあんまり引っ張れでホームラン打ってないんで流し打ちでいこうと思ってるんですけど、なかなかホームランは出ないと。ヨネちゃんがここでツーベース。さあ今日同点ツーラン打ってる田代、やっぱ3年生はいいですね、やっぱ打ってくれる。はい、ナイス。いや、いいバッティング、ここで今日もヒット1本放ってる池田、ここランナーまず走る。さあここビッグチャンス、絶好調にしての、さあ打てるか。さあここで1本出たらでかいですよ、打っていい、ナイス、ノースリーから打つ、それがうちの池田。はい、ここで畳みかける精密機械の小島、キャッチャー B だけじゃないというところを見せてやれ。はい、ナイスバッティング、これは抜ける。
さあこれは池田は帰ってこれないツーベース。タイムリーツーベースヒット初安打。さあ桑田、さあここは打っていこう。三振。さあここで新庄剛志転がそう、タイムリー打とう。ナイスバッティング。いや1年生がよく打つ。さあ8点目。さあそして今日勝ち越しスリーランの後藤を、いや一発勝負いこうか。くせ者使わせての盗塁、変化球セーフ、新庄が盗塁、ここで流し打ち。いやこれは落ちない、しょうがない。ただ5回この回も3点しっかり取って現在6点差。桑田が好調ながらちょっと打ち込まれてると。まあ奪三振も3しか取れてないんで、いつもよりかはちょっと調子悪いのかな。これは落ちる落ちる、あやばい落ちた。いやちょっと珍しいな、桑田が3点取られる。ここで青柳ホームラン、それはナイス。取られたら取り返す。そして大久保絶好調、絶好調になった時は絶対に打つ、それがうちの大久保。いけデーブ、打て、ケネス、これは落ちる。絶好調のデーブはね絶対打つんで。これで今日は3打数の2安打。ピッチャー交代。さあヨネちゃんね、フリフリヨネちゃんが懐かしいですね。打て三振。さあ今日絶好調の田代、いやーこれは抜けない、ツーアウト。さあ1年生の池田、打率5割5分、打てるか。これはこれも抜ける、ランナー帰ってくる。7点差。いやちょっとバケモンが1年生におる。さあ桑田がここでホームラン打たれる、まあ、10点取ってるんで安心っちゃ安心なんですけど、ちょっと桑田が打ち込まれすぎというところでしっかりゲッツーする。さあデーブ、さあまあ今日は2安打打ってると、打率も4割乗してきた。その中でのまたフェン直、大久保一気に二塁へ。大久保、はいツーベース。共通。さあここは代打構成でいきます。いけるか日高、代打は日高、チャンスを与えよう日高に。いやもうね1年生なんですけど、この能力、そしてもう流し打ちとかも5なんですよね、能力高い。二塁タッチセーフ。さあチャンスを生かせ日高、あーここは三振。さあもう一丁代打で、まあ、高橋も出したいな。高橋行ってみるか1年生。さあお前はこの与えられたチャンスものにできるか。三振、しょうがないね1年生だもんね。はい、ということでこの形でいきます。さあピンチヒッター、はい、もう甲子園じゃないんでピッチャー変えます。服部で、まあ、決勝なんですけど も桑田はここで降板させて、しかももう4点も取られてるんでね、もうダメです。交代、打たれる。さあ服部が初めて先頭ランナー出す。
ここはゲッツーで、いや打たれる、タイムタイムタイム、もうダメだ、さすがに服部が打ち込まれる。ピッチャー交代、大沢、まあ、いくら6点差あるとはゆえ、かなり厳しくなってくる。さあここはしっかり、そう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 、うまいな、やっぱりナイス、さすが3年生中継ぎエース。そしてここで守備交代、はい、これでいきましょう。さあ最後は3年生の大沢がきっちりと抑えてくれたら OK です。ツーストライク、これピッチャーゴロ、アウト。はい、まずは福岡に移転、日ハムに移転、新庄剛志1年生の夏、夏の県大会はまずは優勝、自慢の打線が爆発、エース桑田が好投、投打かみ合い、まあ、特に苦戦はなく甲子園出場を決めたと。このままの勢いで甲子園制覇、1年生からやっていきたいと思います。はい、というところでですね、しっかり、まあ、打つべきものが打ったというところで10得点、まあ、ちょっと桑田がね4失点してしまったんですけども、まあ、無事甲子園出場を決めたというところですね。はい、というところで、まずは一マス進んで、ここで青徳を消される、記者チャンスは来ない、まあしょうがないですね、まあ、導入というところで、まあ、結構ね結構あるんですけど、履歴書もねあんまいらないんで、逆転の発想も進め、まあ、変更もちょこちょこあるんで、ポジティブシンキングを獲得で、お米を一冊買っておきましょう。はい、その他のアイテムで、甲子園の土で、もうこれで終わりましょう。はい、そうですね、なんとか、まあ、なんとかというか、まあ、結構大勝しましたね、甲子園、しっかり決めると3年連続、あれまた1枚ずつに戻ってますね、これ見てください、前回まではこうやったんですけど、また1枚ずつに戻ってしまってるというような形になってしまいましたね。まあまあまあ、もうこれはもう慣れっこなんで、もうどうでもいいんですけど。はい、ということで、合宿までは行きたいと思います。結構やってるんですけども、まあ、ちょこちょこあの合間をカットしてるんで、まあ、問題ないかなと思います。はい、早速合宿の方入っていきましょう。いやこれ威圧感きたら大きいな、来い中里パワーヒッター、青柳がローボールヒッター、いやいいですね、中里はでもね盗塁 A なんですよ、盗塁 B なんですよね、結構走るに特化した選手なんで、そこまでいらなかったんですけど、まあまあいいでしょう。三井がカット打ち、まあ、カット打ちもまあまあまあいいか、バント職人欲しいですね。ほい、高橋バント丸、それはいい。さあここで松尾がパワーヒッター持ってきたらかなり大きいですよ。さあ小林の広角打法威圧感、これ2つ持ってきたら大きい、さらに大きい、誰も持ってこない、残念、ベンチです。これ青柳がおるんで、これチャンスに持ってこい、大沢緊急登板、それいいですね、青柳決勝だ、あ、OK、いいでしょう。まあなかなか、まあまあそんなに目立ったあれはなかったんですけど、まあまあ合宿にしてはそこそこ特殊能力を持ってこれたのではないでしょうか。
はい、で8月ももう入っていきます。いや、つるちゃんこれね、ミート S100 にしとこうか。ちょっと残念なぐらい、ちょっとね、トール失敗したり牽制で刺されたりと、あの雷が落ちるぐらいなんですけどね。やっぱりでもめっちゃ今までね、こう抑えてくれとったんで、打ってくれとったんで、何も言えねえ状態ですね。いや、ちょっと古田めっちゃ強いでしょ。でもベンチなんですよ。ちょっとね、池田が爆発的に打ちすぎて、寺田も結構良くなってきましたね。能力的にも高いと。ここはちょっと守備上げときましょうか。中里ね、パワーヒッター持ってきたんですけど、まず盗塁なんですよ。盗塁が欲しい。はい、高橋も次期サードとして順調。いや、肩やな、ゲッツー欲しいんで。いや、池田がもうこの能力、ちょっとレベチな勢いになってきてますね。はいはい、いいでしょう。渡辺くんもパワー上げていきましょう。青柳も守備が D に乗ったんで、ここでパワー B まで持っていけたらと思います。で、三井も良くなってきてるんで、ここはミート上げて、で日高もいいと。あ、新庄もオール C、まあ補給はまだ D なんですけど、ここはまだミートを上げていきましょう。この夏はとにかく1番バッターで塁出てほしいですね。はい、というところで、今日は夏の甲子園の抽選会をやるところで第1話は終了したいと思いますんで、ちょっと8番は嫌ですね。いきなり A と戦いたくない。多分ね、8番はこの3つのどれかだと思うんで、これは絶対に違うと。1番、いや、あー、引いてもたー。いきなり西表高校、前評判は A というところで、いや、いきなり強豪と対戦っていうところになりました。今回、日ハム、新庄剛志編、第1話、入学式から夏の県大会までずらっとやらせていただきました。間ね、ちょっとカットしたところもあるんですけども、まあ、無事夏の県大会勝利し優勝したと。で、1年生が、新入部員、最強の1年生たちが入ってくれたと。実際に夏の県大会活躍したというところで、ただ1年生だけでなく2年生のデー、青柳、そして3年生のデーブも爆発的に活躍してくれたというところで、まあ、今はかなり順調な成績で、あ、ちょっと夏の県大会の成績がもう消えてしまったんですけども、まあ、順調にここまで勝ち進んだと。でも次回は夏の甲子園1回戦から前評判 A というところで頑張ってやっていきたいと思いますんで、また新庄編、今後とも MK の休日マサをよろしくお願いいたします。今回初めて見られた方もいらっしゃると思うんですけども、もう新庄編から見ていただいても全然大丈夫なん で、暇な時にマサ編や山本マサ編や立浪編を見ていただいたらいいかなと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた新庄編第2話でお会いしましょう。発信はマサでした。